スタジオリバーサイドようこそ。誰にでも弾けるギター教室のお時間でございます。私ことながらですね、スランプです。はい。人にはですね、誰にでもスランプを訪れるものですが、いくつかね、スランプにも種類があるんですね。これ3つあります、スランプ。原因が分かっていてそれができないスランプで、もう一つは、そもそも努力が足りないがためのスランプで、最悪なのが何が悪くてスランプなのか分からないタイプのスランプ。今私が陥っているのはですね、この3つ目の何がダメで、今一つうまくいかないのかが分からないタイプのスランプなんですね。最も問題なのはですね、新曲が書けない。はい。完全に筆が止まりました。はい。歌詞をいくつか書いてるんですが、後から読み返すとですね、全部すごくつまらない作品に、歌詞に見えるんですね。書いてる時はすごくいい歌詞だと思って書いてるんですが、後で見返すと、つまらない歌詞だなというふうに見えてしまう。これはもうね、皆さんも経験されていることだと思うんですが、書いてる最中はそれいいと思って書いてるわけですよ。で、まあ譜面にするわけですね。で、後から読み返してみると、なんかつまんないなこの曲って思っちゃうんですね。そこがまずダメなんですね。自分が決めることじゃなくて、過去にも経験があって、自分でつまらないなと思った曲が評価されたり、自分がいいなと思った曲が評価されなかったりするんで、とにかく言い方悪いですけど、下手な鉄砲も数打ち当たるで、どんどんやっていけばね、いいんでしょうが、性格的にね、自分でそこを選んじゃうんですね。いいとか悪いとかね、ここは自分の悪いとこだなと思ってます。はい。完全にスランプです。で、過去の曲をですね、リメイクみたいな感じでね、リミックスしてるんですけど、やっぱり過去は過去でしかないので、やっぱり最初のテイクが一番面白いんですよね、こういうのってね。なので今一生懸命、新曲に取り組んでいますが、なかなかうまくいかないです。それなのにですね、皆さんご覧の YouTube の、チャンネル登録者数は、増える一方でして人の不幸を見てて面白いですかねおかげさまで増えております。で、ここでまたライブの告知をさせていただきます。はい。そんなスランプで竹下敦が、ライブを行わせていただきます。来たるですね、4月15日に、自由が丘、マッカートニーさんに行ってね、私竹下敦と、ゲストに、ギタリスト加納治さんを迎えてですね、プラグレスというユニットを組ませていただきました。はい。ありがとうございます、加納さん。そこでライブを行わせていただきます。税抜き3000円でですね、17時間スタートとなります。で、店員が20名で、今もういっぱいになりそうなんですが、若干まだ枠があるかと思われます。こちらの方にメールアドレス出しておきますので、興味のある方はね、ぜひご来店くださいませ。はい。私のこのレスポールと加納治さんのストラトキャスターの共演でございます。はい。私は黒のねレスポールで、加納治さんは白い、ストラトキャスターで、まあそのギタリストの方見に来てもすごく面白いと思いますよ。レスポールとストラトキャスターの、ね、音の違いとかね、その弾き手によって音がどういう風に違うかっていうのを知る、いい機会になるんではないかと思います。それでは、スタジオリバーサイドから竹下敦がお送りいたしました。ぜひ4月15日はね、自由が丘マッカートニーの方にお越しくださいませ。それではまたお会いいたしましょう。 See you next time です。